皆さんこんにちは。こんにちは。ホーリーダンジョンでございます。リリースしてまだほんと数日ではございますが、大盛況ですね。素晴らしい、そしてとても面白い。はい、今回の動画はですね、私ついにあれになりました。あれとはボックスがいっぱいに、いっぱいになってしまったと。これまで一度も合成をしておりません。どこまでいけるかって頑張ってたんですけどもうね、ユニットを合成してパワーアップする、うん、キャラをパワーアップするはもう基本の木でございますから、それをぜひとも一緒にやりたいと。いっぱいいますね。どうすか。いっぱいいますね。似たようなキャラばっかり。どうすか。ちなみに私、あのこの子がですね、このポイントガチャでしたっけ、はいはい、魔法少女フリルさん出たんですけども、あのこれスクエニの人にもですね、そのホーリーダンジョンを開発しているスクエニの人にもですね、え、それめっちゃ運いいですねって言われました。ダメだ、ユニットがいっぱいでもガチャも引けない。主人公かな。でも相撲も強いって言ってたな。相撲強いです、はい、じゃあ相撲をベースにしよう。これやってベースを決めた上で、今度は合成するモンスターたちを決めるわけですね、はい、5体まで選べますね。これ多分その種族っていうか、その職業が同じやつだと経験値多くもらえるんじゃないですかね。ちょっとマジ種族って、このガッツポーズとか、この左上のアイコン、そうそうそう、それちょっと1個選んでみてもらっていいですか。150100、あ、だからやっぱ 1.5 倍、あ、本当だ、とかになってんじゃないですかね。そしたら OKOK、 そしたら相撲にはこいつもいらねえわ。こいつR、まあ1体は1体いらないじゃないですかね。2体いらない、使わないと思う。じゃあ先にこっちからガッツから、はい、合成開始。必要コインが500、初合成画面。こうやって合成されるときはまたあのクリスタルっていうか、あれになるんですね。ね、素材の状態まで戻るんだね、うん、一旦レベル6になった、はい、もっと力士に合成しておろうかな。コインまだたくさんあるからな私。はい、ここまで。レア度の高いユニットが構わんよ。え、ダメ、もったいないですか。まあでも R なんで、あと、あ、この R はね、ダンジョンでも手に入りました。おお、あ、私もきっとダンジョンで手に入ったからね。大成功あるんだ、大成功なんて。でもレベル7、まあでも結構強くなったよなきっとな。そうですね。じゃあ続きまして、主人公ブレイド君に合成したいと思います。剣たくさんいるよ。いっぱいいますね。もう全部似たような顔ばっかり。合成開始。あ、一瞬キャラがいたね。キャラいましたね。キャラがクリスタルになってね。主人公かっこいいよね。はい、おっ、またスキップ。レベル7。これあの右上の HN ってやつはいっぱい経験値もらえるやつじゃないですかね。ハイノーマルっていう、あの、え、どういうことだ。いや、そいつを素材にすると、なんかなんて言えばいいんですかね。あ、なんかいっぱいもらえるやつじゃないですかね。経験値3750、他と全然違いますからね。多分これ、ま、混ぜちゃっていいやつだと思うんですけど、ね、マジなんかもらったんだよね。なログインボーナスかなんかですよね。でまずはこいつらで、はい、必要コインが3500でしょ。今レベルが7、レベルかける100だね。合成が 5だ、5ですね、500ですね。 あ、そっか、レベルかける5が1体必要に必要なコイン3500か。ちょっと惜しいけど、スキップ。ボックスの整理ね、ちゃんとやりましょうね皆さん。そうですね。あとはなんか、あの素材系がこの瞬間は私ボックスにないんですけど、進化素材みたいな、はい、それはなんかまた別なんですよね。進化は別なのかな。そうです、あのキャラで進化するわけじゃないっていう。あ、そうなんだ、はい、ってことはじゃあボックスの中でいらないと思ったやつ全部合成しても、はい、後で困るみたいなことはないんだ。ないと思います。はい、成功。成功で、さっきあの経験値のごっついやつ入れたんでレベル12。でやっぱりこいつらな、私の好きなフリルちゃん、フリルちゃんね。フリルちゃんは魔法、魔法3体しかいない。ちょっと寂しいな、もうちょっと合成しておこう。
フリちゃんこれでいいや、はいスキップ。おお大成功で、レベルがフリルちゃんは6、十分。いやフリルちゃん可愛いですね。可愛いよね。で私のデッキがね、ちょっとおすすめ編成をしてみようか。待って、おすすめ編成変わんないですよ。変わんない。まあもう変えたい、変えたい、ビジュアル的に変えたい。あ、コストオーバーなんですよね。こいつは HP が下がっちゃいますね。 HP は結構このゲーム最重要ステータスだと思うんで、 HP 下げちゃうのはちょっと痛いかもしれない、ね、なるほど。じゃあまだこいつにしとこうか。じゃあこのパーティーで1個ダンジョン適当に潜ってみて、この動画を終わりとしましょう。そんなわけでね、皆さん合成がっつりやられてください。私は今アストラの4でございます。フレンド設定します。はい、ここからでございます。フレンドの設定をしました。強そう、参りましょう。レガシーソウル ×20 個報酬、ゴーレムキング2体。ゴーレムキング、でかいゴーレムですね。これ勝ったな。しかもハートも180か、悪くないな。私もね、戦い方がね、だいぶクレバーになってよ、プレーをする中で。なるべく戦略的な。うん。で、この石は素材なんだよね。そうですね。あ、お金かな。ちくしょう。スキル使っちゃった。なんかお金になるとかって聞きましたね。なんかお金とかいろんなものにもらえる。そうそうそう。あとなんか石じゃないやつもたまに出てきたりします。でかいゴールも出てこない。でかいゴールも来ないな。これってさ、はい、深さがどこまであってどこまで行けばゴールだとかってどっから分かんの？右上のポーズとかですかね。あ、今残り50とこいましたね。あ、残り50、はい、じゃあ安心してここはクリアできそうだな。無駄打ちをね、しないように。あ、出た、出た。あと1体どこにいるんだ、ちゃんと探さないと。ボーナスもらう。やばい。どこにいるんだ、どこに。あと94か。ちょっとじゃあ。あ、でそうですね。結構使っていいと思います。ライフまだ結構あるから。え、いなくね？あともうちょっとですね。どこ？ゴール前に。だ。いた。よーし、はい。クリア、ボーナスオッケー。こういうなんか、あ、やばい。うろちょろしちゃうのさ、かなりあるよね。あります。よし、クリア。落ち着いてクリアできた。スキル全然使わなかったですね。私まだね、スキル使えないんだよ。わかります。スキル使うのなんか難しくない？難しいです。どの場面でどれを使っていいかまだちょっとわかんないですよね。あとは多分ね、そのスキルを駆使してはもうちょっと先だと思うんだよね。まだ闇雲なプレイでクリアできちゃうもん。そんな感じでございました。皆様どうぞどんどん進んでいきましょう。私はもうちょっとで最初の大陸から脱出できるぐらいの場所でございます。そうです、もうね、もう20ランク20とかいますよ。いるだろうな。あとは皆様、3月27日金曜日、はい、3月27日金曜日、この動画の公開日の翌日かと思いますけれども、あ、スタジオアルタで、新宿にありますスタジオアルタで、長時間生放送ございます。ホーリーダンジョンは2時半からかな。そうですね、昼の2時半からご覧いただけますので、はい、どうぞご覧ください。あと当日券、アップバンクスター新宿で10時オープンより販売しております。ぜひとも遊びに来てください。はい、僕も出ます。ミックスも出ます。よろしくお願いします。概要欄にリンク入れておきます。以上、さよなら。あ、どうもそりゃいいえほな伸びるのって言うね。ホクホクした。ダメだよこの、ダメだよこの。まだ聞きたくない、私はその。はい。なんだかやたらとつまんない、同じ毎日同じ顔、立派になんかなりたくないけど、でも勇気は。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひとも全てご覧くださいませ。
はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまった。